はい、こんばんは、山城と申します。今日もね、今日じゃなくていいんだ。シリーズの間に挟んでるんでね、補助会になってんのかな？例の、伊勢湾一周旅のね、ところの、バスで走ってきたところをバーチャル駅間散歩、まあ、バス停間散歩になってくるのかな？なんか、まあ、なんか言いにくいんで、駅間散歩、定間散歩、どっちがいいだろう？どっちがいいか1時間ぐらい議論してやろうか。やめときましょう。ね、なんて、体力が持たないという云々よりもね、口内炎ができてる兼ね合いでね、結構私よく口内炎できちゃうんですね。多分ね、よく話すときによく、噛んじゃうんですよね。それでね、まあ、太ってるのも悪いんですけどね。っていうのもあって、それで、まあ、それでね、バッとね、やっていきたいと思います。バーチャル一貫散歩を多分一本にまとめるんでね、そんな長いことは書けんようにしたいんですけどね。いつも、なんか、バーチャル機関サーブとか、こういうのやっちゃうとね、ついつい喋っちゃうんですよね。まあ、そんなことはね、置いといてね、どんどんとやっていきましょう。まあ、とりあえずね、降り立った場所にね、行ってみましょう。ポン。ってことでね、この中ですね、ちょうどこれ建物があって、この奥のところ、今リニューアル工事やってるのかなってところなんですけど、この奥にバス停があって、そこからスタートなんですけど、ちょっとね、バス停の中には入れないのかな？でも、ここ敷地内扱いみたいで、ここからですね、スタートしましたよってことで、行きたいと思いますけど。スタートしたら、ここから合流してきます。ここかな？そうだね。ここから先は入れないね。モル崎って書いてありますけど。ここですね。ここからビューっと入ってきて、ここからこう、坑道の方に出てくるって感じですね。一旦停車のところを越えて、で、最初こっちかな？こっちですね。曲がって入ってきます。まあ、こんな感じで、景色非常に、岬のところなんでね、いいですよね。結構ロードサイド花も終わっとったりして、まあ、この辺りとか綺麗になってるなって感じです。で、ここのところで、この豊洲橋方面に、ね、赤羽とかわーって書いてありますけど、これね、地図で見た方がわかりやすいかな。ここら辺なんですけど、要は、今から行くところっていうのは、こっちの方面ですね。この伊勢湾フェリーって国道42号線の指定を受け取るっていうのもあって、ここから先ポンって行くと、まあ、ここが42号線になっとって、42号から、こっちね、ジューと行って、この42号が実は、紀伊半島をぐるーっと一周していてね、一周していて、ここ、紀伊半島、国道42号、死の旅っていうところかって言って、42号、一周の旅っていうのを企画でやったことあったんですけど、どこだったっけ？和歌山までか。ここら辺まで。ここが確か終点のはずですね。そうそうそう、ここからずっと走って、どこでした？御坊市とか行ったりとかするっていう企画やりましたよね。どこだったっけ？ここで御坊市。ぐるっと回ってとかっていうのか。アーカイブでちょうどったその時に行った串本の、雨の夜の串本に行って、串本が何も見えねえよっていう動画とかが確か残ってるはず、こっちの方にも残してあるはずです。アーカイブシリーズで上げてると思うんですけど、とかっていうのに走ってきた、このところですね、ずーっと行って、ここのところとかありますけど、実はここが国道とか、ちょうど伊勢湾フェリー通ってきたら、こっちはこれ国道42号線なんですよ。なので、その先も回ったらずーっと実は繋がってまして、42号が、浜松のここか。この国道1号線と、23号線の、起点になっているところなんですけど、こっちが起点だったはずです。東京を中心しますからね。この国有地のところとか、人ってわーっと分かれてて、ちょっと立体交差のところを間違えそうになると、別に見てるんだから見たらいいか。ここのところね、立体交差のところになっとって、これ国道なんですよ。こっち側だ。そっち側に入れる。あ、入れた。よし。こんな感じで、ここで景色良くていいところなんですけどね。この前通った時はあれだね、大雨だったんで、ね、全然ダメでしたけどね。こんな感じでずーっと行って、この先のところでこう分かれてて、正面坂の方に行けるっていうのはショートカットの方になってたりするんですけど、まあ、大体はこの国立のところずっとんと行くわけでございます。ずっとんと行って、これ、緑色になってますけど、あれですからね。無料で走れるところですからね。ここら辺はちょっとすっごい、上に行った、のん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 
立体交差の下の方に入り込んじゃいましたね。ズトーンと行って、ここからね、ズトーンと行くんですけど、これが、ここから先行くとね、42号に分かれとってっていうところが、実はこれ42号がありになっておって、まあ、太さズトーンと行くと、実は浜名湖の方とかに行けたりしますよとかっていうのがあったりするんですけど、この前撮った時、あ、そっか、こっちのベンチ島とか、こっちの方の鉄道の方に行った時のこれ、バーっと撮ってましたもんね。こっちの方とか変わったりしますという感じになるんですけど、じゃあ42号じゃなくて、今回は、それでこっちのね、田原の方に入ってくってことで、この三河田原に向かってくっていうわけでございます。途中で、ホミの駅のやつが、これの動画の次の時にホミのやつが入って、あ、あれホミじゃなくてホビって呼ぶらしいですね。あっちのね、トヨタにあるホミ駅みたいな感じのイメージ、ホミホミって呼んでましたけど、ホビが正解らしいんですけど、ホビからまた三河田原の方は後編でやろうと思ってます。一回、現地の映像が一回入るって感じになるんだけど、こっちの方に行くのに2号機、基本的にこの国道259号線、こっちの方は走っていく感じになってきますと、いう感じになっております。というところで、このあたりのところをご容赦いただいた上で、これからの動画を見ていただけたらなと思っております。というところでございます。だから、ここのところは、左折します。っていう入り口のところを説明で一体どんな曲があったのかって話なんですけど、さあ今回も長くなりそうだなこれあーよくやりますよね。よし、さあ早速見ていきましょう。交差点のあたりからスタートして、飯田五湖が逆向いてんな、こっちのところから、ああ、行き過ぎてんだ、ちゃんと正確にやらないといけない、こういうところをね、ピシッと押してね、バシッとやるのがね、苦手な人間なんですけど、こっちの42号線の方に行くんじゃなくて、こっちの豊橋方面の方に59号線の方に向かって、左折していきますというわけでございますね。さあ、こっちの方に曲がっていきますよ。曲がれ、こんな感じでズドンときますと。そうするとね、結構この辺り民宿とかあるんですね。ホテル、高野屋。魚屋がきっと美味しい魚料理とか食べれるのかな。ちらっと見てみる。よいしょ。よいしょ。高野屋。へぇ、美味しそう。お食事宴会。ステーキとか、いいですね。へぇ。こんなのがあるんだ。すごいな。うわ。あ、いいですね。こういう旅館のやつとか、そういうのも、普段ね、比較的、激安旅な方をね、やってる人間なんで、こういうのもいいな。一回行ってみたいところですね。さっきの位置に戻しましょう。というところでございます。こっちのところからボンと行って、こっちの方からさらに続けてまいりました。すると、バスの方走ってきますって感じで、この辺りはスーッと行ったかな。うん。まあ、景色良くてね、前のところ座れたんでね、前面テーブルも綺麗に撮りましたけど、まあ、さすがにね、カメラをここでずっと構えてるのもあれかなというんでね。この方式を思いつく前だったら多分やってたと思いますけどね、なんかね、さすがにね、うまく撮れんし、まあ、その間はちょっといろいろとね、その間に、ね、見ながら、他のちょっとね、データ送ったりとかもしながらって感じになりますのでね、この辺りとかも結構綺麗な建物結構あるんですよね。何なんだこれ。伊勢、ん?春人。何て言ったっけ?伊勢三河湖、三河湾、水崎人会宿舎。あー!パイロット宿舎だ!水崎人っていうのがね、これパイロットって言うんですけど、アクアとかってアニメとかにもね、出てくるあれですけど、実はね、この辺りって、実は四日市もね、募集かかることあるんですよ。水先人のね、いわゆる水先案内人って、これ、資格であるんですよ。これ、英語のパイロットで、ね、航空パイロットと違って、その船のパイロットってのはもともと長いことパイロットといえばこっちの方で使われてたやつなんですけど、こうやって操縦する人じゃなくて、案内する人、何かって言ったら、結局、タンカーとかって、はい、ああ、ここね、右に曲がったらいいのねって感じでいけないわけですよ。もっとね、もう右や先のところとかからね、あ、ここの航路はこういう風に行ってください、こういう風にしてくださいとかっていうのを、あれするのに、まあ今は結構無線とかだったり GPS 使ったりとかっていうのもやってるみたいなんですけど、昔はね、もちろんそういうのもなかったんで、灯台とかその潮の流れとかそういうのを見て、こっちの方にこう行ってください、この船はこっちの方に行ってくださいみたいなのを案内する人がポンって乗っかるんです。
タタタタと言って、はい、パチって乗って、はい、じゃあこの先、この号案までこういうふうに言ってくださいみたいな指示をする人が、水先案内人っていうやつですね。水先案内人って言葉自体はなんかちょっとちらっと聞いたことある人もいるんじゃないかな。で、その、が水先人っていうふうになるんですけど、うん。の、今も現役であるんですよね。で、その人用の宿舎なんだけど、結構おしゃれなところなんですね。っていうところがあったりしますと。いやー、ひどいですね。あんちゃったちゃった。ちょっとね。